司法者堂側が、兄弟局を超えた、革命。アンガーがすごいというより、ジャンヒラがゴミすぎたからってだけで別に革命でも何でもないのでは？現状アンダー局で歴代2位の再生数で、1位のサビコンも確実に超えるレベルだから史上最強アンダーなのは間違いではない。オタの意思返しに使われてるだけかん。ゴキがセンターならもっと言ったと思う。早く誰かゴキにセンターをやらせていれば、もっと前にアンダー1番の再生数となったはず。小川センターやってなかったっけ？あれの再生数すごかったってことか。筒井はアンダーで頑張れということ。もう夢見るのやめなよ、ゴキはそこが見えてる。今はもうあれだけど4期だってめちゃくちゃ期待されてたからな。個人的にはどっちもクソ曲。個人的にはこれがクソコメント。言いたきゃないが低レベルなのよ。確かにアンダーはいつもより伸びてるけど、今の状況のおかげな部分が大きいだろうし。今回選抜から外されたメンバーの歌にとっては革命だろ。二度とこんなことするなよっていう意思表示を運営に突きつけることは大成功ってわけ。現在過去のアンダー曲で2位、このまま行ったら1位は確実。思い出選抜潰しのためにわざわざカップリング曲を回すほど暇な奴はいねえよ。単純につまんない曲だから、興味がないから回す奴がいないだけよな。人って相対的にしか物事を判断できないからね。シャドウ側が兄弟だったらモノポリ以上の空気だろ。次筒井のセンターあるかね。ドラマも撮ってるようだし、でもやっぱゴキかな。逆転劇をマスコミが記事書くことを許した運営、数字は見守ってたけどマスコミが乗っかることまでは全然考えてなかったわ。曲が良くて再生されてる感じではないよな。革命って言葉好きだよな。